マジやるのこれ。どうしてこんなに真面目でやるの。結局笑ってしまうわ。ベイちゃん、それあかんで。はい。じゃあ。これでええんじゃないの？雰囲気がええの。よし、エコモをつけて。セリフが忘れてしまった。セリフはなんだっけ？セリフ。ちょっとベイ、セリフが忘れてしまったら意味ないよこれ。あ、告白、はい。よし。ちょっと、はい。エコーついてますか？大丈夫ですか？ちょっと先に笑いを全部出してから出してから言います。よし、笑っちゃう。すごく真面目な気が、はい、真面目で真面目で合格します。僕は君のこと好きなんです。毎朝味噌汁つきます。だから僕と付き合ってください。はい、またエクストラのセリフもつけました。どうですか皆さん、どうですか。僕の告白でした。受け止めては言わない。ペンギンさん、スーパーチャットありがとうございます。ベイちゃんかわいい、ありがとう、ありがとう。はい、し、実演しました。ありがとうございます。花花さん、あー、ガチ恋赤スーパーありがとうございます。本当にありがとうございます。あ、やばい、やばい。あ、笠倉さんありがとうございます。ロックさんありがとうございます。ヨウさんありがとうございます。リンデンさんありがとうございます。星野さんありがとうございます。やべ。古いさんありがとうございます。あ、やべ。いや、これ。お金を、ちょっと、送らないでください。告白の後でお金をくれるのはちょっと変じゃないんですか？ちょっと待っててください。初のスーパーありがとうございます。ちょっと待ってください。おい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 、どこだっけ。ヨウさんありがとうございます。ネコさんありがとうございます。ホリー、ニセさんありがとうございます。ガオさんありがとうございます。コンキメさん
ありがとうございます。やっとのおさまさん、ありがとうございます。やべえ！やめてください！これは、ちょっと、清楚の、ちょっと、この関係はちょっと清楚な告白なんだから、清楚で、本当にありがとうございます。ありがとう。はい、やめてください。はい、ただ僕の告白はただで受け止めてください。ただであげるから、ただで受け止めてください。はい、ちょっとただであげるから、ちょっと待って。日本にはただより高いものはないという言葉が。ありがとうございます。はい。じゃあ、無視する。はい、次行きましょう。